こんにちは。サンドのささよりヒーローが好き、特撮写真のパンダです。11月27日放送の仮面ライダーギーツ第12話にて、ジャマトたちの話している謎言語、ジャマト語の解読表がストーリーの鍵として登場し、ファンの間でも一気にこの架空言語への注目が集まっています。実はこれ以前にも、ジャマトがこの言語を話すシーンはたびたび存在しており、放送時の字幕をもとに有志の手で解読作業が進められていたのですが、今回作中でこれが大きく扱われたことで、意外と早く全容が明かされる可能性も高まり、解読班としても嬉し悲しいといったところでしょうか。いや、何が悲しいなのかって、せっかくここまで頑張って解読を進めてきたのに、こっちが全容を解き明かす前に公式から完全な解読表が出てしまったら面白くないですからね。まあそれはともかく、今回の動画ではジャマト語が広く話題になっている今、改めて特撮関連の架空言語について有名なものを簡単におさらいしてみようと思います。それでは行ってみましょう。ブロンギ語。日本の特撮番組に登場する架空言語といえば、誰もが真っ先に思い浮かべるのは仮面ライダーブレイドのオンドゥル語じゃなくて、仮面ライダークーガのブロンギ語でしょう。これはご存知のように、本作の敵怪人グロンギが用いる架空言語であり、作中ではリンドの言葉とは異なる未知の言語として扱われていました。ゲゲルゾザジレスゾでゲゲルを始めるぞ、ゾンデギゾバーでその程度かなど、濁音が多いのが特徴ですね。メタ的には日本語の50音からの単一開示式暗号で、母音も元のままなので、仕組みさえ覚えれば視聴者にも解読は容易な部類と言えますが、超音や即音、助詞のガやノなどは特殊な変換となっていたり、語順の統治が頻繁に用いられたり、数字は求心法だったりとアクセントとなる要素も多く、このシンプルさと複雑さの絶妙なバランスから今なお多くのファンに愛用されています。なお、放送当時、公式からは断片的な翻訳例しか示されておらず、変換表やその他のルールは、ファン有志の手で解明が進められていったというのも有名でしょう。そんなグロンギ語の詳細については、このチャンネルでも解説動画を出しているので、ああ、違うな。あれはグロンギ語で現代リント語を解説する動画か。ラガ、ガセゾリセダ、リントゾログ、ギスボドロ、ゼビスボゼゾ、ボドダングロンギ、キョグリグ、ガスロボパ、リデリスト、ギギザ、ちなみにグロンギ語を喋りたい方へのワンポイントアドバイスとしては、先ほどちらっと述べた統治こそがそれっぽさの肝と言えます。基本的にはクーガのベルトをベルトのクーガや、バルバはどこだをどこだはバルバなど助詞の前後を入れ替えるのですが、これを文節間の大きなブロックでも行い、小さなブロックでの統治と併用すると、番組後半で上位のグロンギたちが喋っていた文例っぽくなるんですよ。例えば第30話の画面最後のセリフ、リントの言葉にこんなのがあるは、まずリントの言葉という小さなブロックを言葉のリントに統治した上で、こんなのがあるの文節を前に持ってきて、後の文節の助詞の2をその後に移動させ、こんなのがあるに言葉のリントボンバボグガスビボドダンリントとしています。これが使いこなせるようになると、格段にリントもグロンギと等しくなるので、ぜひおすすめしたいですね。あとたまに動画のコメント欄などで私にグロンギ語で話しかけてくれる方がいるのですが、多くの方がデスマス調のまま変換しているのがちょっともったいないなと思います。グロンギ語ってのはもっと殺伐としてるべきなんだよ。ベギゴバゾギサバギビパセサグロンギ。オーバーロード語。空画から十数年の時を経て、次に特撮ファンの間で広く話題になった架空言語といえば、仮面ライダーガイムの後半で登場したオーバーロードインベスが用いるオーバーロード語ないしフェムシンム語と呼ばれるものがあります。これもメタ的にはグロンギ語と同様、日本語からの単一開示式暗号なのですが、母音も入れ替えたり、子音が二音節になったりと、より異言語らしく聞こえる工夫がなされており、グロンギ語と比べると解読も一筋縄ではいかなかったですね。逆にグロンギ語の統治のような恣意的な要素はないので、パターンさえ覚えてしまえば解読はやはり容易であり、実際デーム主役の杉田智和さんや DJ 相良役の山口智光さんは
は早々にパターンを解明し、オーバーロード後でアドリブまで入れていたという逸話があります。なお、オーバーロード隠滅の個体名もロシオは白亜、デームシュは真空、レデュエは翡翠、シンムグルンは玄武など、このルールに沿って変換すれば日本語として意味が通るようになっており、グリーン社は東北の方言で牛を意味するベコというのも妙に印象に残っている方が多いでしょう。ボムファーファフェムシンムロジョジョジャエフォミョーショ、その他の架空言語、今述べた以外にも特撮界にはいくつかの架空言語やそれに類する文字体系が存在しています。クーガでは戦術のグロンギ語の他に古代のリントが用いていた言語もあり、作中ではもっぱら文字の形で遺跡の碑文として登場していますが、実は音声言語もあるんですよね。ゴーラムが飛来時に発しているシェンクゾーターやカディルサキナムタといった声がそれで、こちらはメタ的には英語のカタカナ表記を替え字式暗号で置き換えたものとなっています。シェンクゾーターはレッツゴーサー、カディルサキナムタはアイムカミングサーなどですね。これについては特撮裏設定解説の動画で解説していますので、興味のある方はご覧ください。他にも文字だけ置き換えたものとしては、ウルトラサインとはまた別に日本語の五十音に対応したウルトラ文字や、デカレンジャーにたびたび出てくる英語のアルファベットに対応した宇宙標準文字などもあり、近年では十王者の十万文字も放送当時はよく話題になっていました。これも英語のアルファベットの置き換えなのですが、セラの手紙のシーンやガングに付属の十ランドマップを手がかりに、有志の手で少しずつ解明が進められていくのが楽しかったですね。そして冒頭で触れたギーツのジャマト語も、変身がジュラピラ、開けがセオズダなど、日本語の50音と対応する開示式暗号であることが作中でも示され、現時点で不明の部分もこれから埋まっていくことが予想されます。先日のようにこれ以前のエピソードのジャマト語もすでに解読は進められていたのですが、今回のエピソードを経てジャマト語が解読可能であることが多くのファンに知れ渡ったことで、これまでの放送分のセリフについても遡って話題になることが増えるでしょうね。ただ個人的にちょっと気になるのは、グロンギ語やオーバーロード語が日本語と対応していたのはメタ的な仕込みであって、作中世界においてはディケードの空画編でも言われていたように、あくまで解読不能な異言語だったはずなのですが、対してジャマト語は作中世界においてもシンプルな暗号に過ぎないことが明言されてしまったわけですよ。これがゲームだからということで片付けられるのか、それともジャマトは人間をベースとしているからといった話につながっていくのか、今の時点では何とも言えませんが、今後の展開の中で納得できる説明は欲しいところですね。ジャマト語についてはそれも含めて大きな進展があり次第また動画を出したいと思います。ということで今回は特撮の架空言語について解説しました。今後も需要に応じてこうした動画も出していきたいと思いますので、皆さんも取り上げてほしい話題のリクエストなどあればぜひコメント欄でご意見をお寄せくださいね。はい、最後まで見てくださってありがとうございました。この動画のシナリオは後ほどメンバーシップの限定投稿にて公開いたします。特撮書士パンナの活動はご覧のメンバーシップの方々と、動画を見てくださる全ての皆様の応援によって支えられています。このチャンネルでは今後も特撮に関するいろいろな動画を投稿していきますので、よかったらチャンネル登録と高評価お願いします。概要欄に Twitter のリンクも載せているので、こちらもよければ覗いてみてくださいね。それではまた次の動画でお会いしましょう。特撮書士のパンナでした。